第14章アンの告白。ピクニックの前の月曜日の夕方、マリラは当惑した面持ちで自分の部屋から出てきて、アンと声をかけた。アンはシミ一つないテーブルに向かって豆の鞘を向きながら橋波谷のネリーを歌っていたが、その元気いっぱいの歌いぶりといい、歌い回しといい、ダイアナの指導の手並みのほどがうかがわれた。私の紫水晶のブローチを見かけなかったかね。昨日の夕方、教会から帰った時、針刺しに刺したと思ったのだけれど、どこにも見つからないんだよ。私、今日の午後、おばさんが講演会へ行ってらした時に見ましたわ、とアンはゆっくりと答えた。おばさんの部屋の前を通ったら、あれが針刺しに刺さっていたので、入ってみたの。触ったのかね？マリラは厳しく尋ねた。私手に取ってどんな風に見えるかと思って胸につけてみたの。あんたにそんなことをする権利はないじゃないか。子供のくせに方々をかき回すなんてとても悪いことです。第一、私の部屋へ入るという法はないのだし、第二に、自分のものでもないブローチに触ってはならなかったのですよ。どこにそれを置いたの？あら、タンスの上に返しておいたわ。私、1分間とつけてはいなかったの。本当にそこらをかき回すつもりじゃなかったのよ、マリラ。中へ入ってブローチをつけてみては悪いとは思っていなかったの。でも悪いということが分かったから、これからは決してしません。それが私のいいところの一つなのよ。同じ悪いことを二度と繰り返さないんですもの。あんたは元に返さなかったのだよ。タンスのどこを見てもブローチはなかったもの。外へ持ち出したか何かしたんじゃないの、アン。確かに元へ戻したわ。アンはきっぱり言った。それがマリラには生意気に取れた。私、針刺しに刺したか、それとも瀬戸物のお盆に乗せたか、ちょっと思い出せないけれど、返したことは本当に確かなのよ。もう一度見てこよう。マリラは公正な態度を取ろうとした。もしあんたがあのブローチを戻したのなら、ちゃんとあるはずです。もしなかったら、あんたが返さなかったことになるだけのことさ。マリラは自分の部屋へ行って、タンスだけでなく、ここと思えるところは残るくまなく探し回ったが、どうしても見つからないので、また台所へ引き返した。アン、ブローチはありませんよ。あんたが自分から言っているように、あんたがあのブローチに一番最後に触っているんだよ。さあ、一体どうしてしまったというの？すぐにありのままのことを言っておしまい。外に持ち出してなくしてしまったのかね。いいえ、そんなことしないわ。アンはマリラの怒った目つきにもひるまず、堂々と見返しながら静かに答えた。決して部屋の外に持ち出しはしません。それがありのままのことよ。たとえそのために暖冬台へ連れて行かれようとも、もっとも私、暖冬台ってどんなものか、はっきりはわからないけれど。空ね、マリラ。アンが、空ね、と言ったのは、ただ自分の言ったことを強めようとしただけなのだが、マリラには、それが人をバカにしてかかっている証拠のように受け取れたので、鋭く言い返した。あんたは嘘を言っているんだね、アン。私にはよくわかっているよ。さあ、本当のことをすっかり言う気になるまで、もう一言も言ってもらいますまい。あんたの部屋へ行って、何もかも言えるようになるまでいるんです。この豆も持っていきましょうか、とアンはおとなしく尋ねた。いいえ、私が自分で剥いてしまうからいい。言いつけ通りにしなさい。アンが言ってしまうと、マリラは心乱れたまま、夕方の用事にかかった。貴重なブローチのことが気にかかってならなかった。
もしアンがなくしでもしたのならどうしよう。それになんて悪い子だろう。誰にだって分かりきっているのに、取らなかったなんて言ってさ、あんな無邪気な顔をしていてさ。マリラはイライラした気分で豆をむきながらしきりに思うのだった。情けないことになったものだ。まさかこんなことをしでかすとは考えなかった。無論あの子は盗もうなんて気でやったんじゃないことは分かってる。ただあれをおもちゃにするか、例の想像とやらの足しにしようと思って持ち出したのさ。あの子が取ったことは確かだ。なぜならあの子が自分で言っている通り、私が行くまであの子の後からは誰も部屋に入ったものはないのだもの。そしてブローチはなくなっているんだから、こんな確かなことはない。きっとなくしてしまって罰されるのが怖くて言えないんだね。あの子が嘘をつくなんて思っても恐ろしいことだ。癇癪を起こすよりどのくらい悪いか知りやしない。信用できない子供を自分の家に置いておくとなると、これは大変な責任だよ。ずるくて不正直、それなんだもの。その方が私にはブローチがなくなったよりずっとつらいよ。もしありのままを話してさえくれたら、そう大して気にもかけないのだけれど。その晩、ちょいちょいマリラは自分の部屋へ行ってブローチを探してみたが見つからなかった。休む時刻に東の部屋へ行ったが何の効果もなかった。アンはブローチのことは知らないと言い張ったが、それだけマリラはアンが盗んだに違いないと思い込むばかりだった。翌朝マリラはマシューに話した。マシューは当惑しきったが、さりとてにわかにアンに対する信頼をなくす気にはならなかった。しかし形勢はアンに不利なことは認めなければならなかった。タンスの後ろに落ちてるんじゃなかろうね、としかマシューには言えなかった。タンスは動かすし、引き出しは引っ張り出すし、隙間も割れ目もみんな見ましたけど、ブローチはありませんよ。あの子は盗んで嘘をついているんです。これは疑う余地のない、情けない事実なんですからね、マシュー。私たちも事実をありのままに見た方がいいですよ。そうさな。お前はどうするつもりなのかね。マシューは焦然として尋ねた。内心、自分ではなくマリラがこの事件を処理する番に当たっているのがありがたかった。今度ばかりはおせっかいを焼く気にならなかった。すっかり白状するまで自分の部屋へ置くんです。マリラはこの前この方法で成功したことを思い出しながら、マシューに難しい顔をして答えた。そうして様子を見るんです。あの子がブローチをどこに持って行ったかをさえ話してくれたら、多分ブローチは見つかるでしょうし。だがどちらにしてもあの子は厳しく罰してやらなくてはなりませんよ、マシュー。そうさな。あの子を罰するのはお前だよ、とマシューは帽子に手を伸ばしながら言った。わしは何も関わりがないんだからな。覚えておいてくれよ。私にあの子のことについて口出しするなってお前自分で言ったんだからな。マリラは誰からも見捨てられてしまったような気がした。リンド夫人のところに相談に行くことさえできなかった。彼女はひどく難しい顔で東の部屋へ上がっていき、部屋から出てくるときには前より一層重々しい顔つきをしていた。アンはあくまで白状しようとせず、ブローチは取らないと言い張り続けた。子供は明らかに泣いていたらしいので、マリラはかわいそうでたまらなかったが、無理にそれを抑えた。晩になると、とうとうヘトヘトになったマリラは言った。すっかり行ってしまうまで、この部屋を出ちゃいけません、アン。その覚悟でいた方がいいよ。
マリラはきっぱり言った。でもピクニックは明日よマリラ、とアンは叫んだ。私をピクニックに行かせないというのじゃないでしょう。午後だけ出してくださるでしょう。そうしたらその後はおばさんの好きなだけいつまででも元気よくここにいるわ。でもピクニックだけはどうしても行かなくてはならないわ。ピクニックであろうとどこであろうと、すっかりありのままを言ってしまうまでは行くことにはなりませんよ、アン。まあマリラ、アンはあえぐように言った。しかしマリラは部屋を出て戸を閉めてしまった。水曜日の朝はピクニックに特別おあつらえ向きの輝いた上天気だった。グリーンゲーブルスの周りでは小鳥たちは歌い、庭の白百合は白百合の香りは目に見えない風に乗って戸口という戸口、窓という窓から祝福の精のように広間や部屋に漂ってきた。アンが東の部屋から朝の挨拶をするのを見張っているかのように、窪地のカバは嬉しそうに手を振った。しかしアンは窓辺には現れなかった。マリラが朝食を持って上がっていくと、アンはツンと済ましてベッドの上に座っていた。青ざめた顔には決意の色が見え、唇をキュッと結び、目はキラキラ光っていた。マリラ、私すっかり行ってしまう用意ができたわ。ああ、マリラはお盆を置いた。またまた自分の取った方法が成功したのだ。しかし、この成功はマリラにとってひどくつらいものとなった。では、話して聞かせなさい、アン。私、紫水晶のブローチを取りました。アンはまるで、覚え込んだ学科を暗唱しているような調子で言った。おばさんが言った通り取ったのよ。部屋に入った時には取るつもりじゃなかったの。でも私の胸につけてみた時、マリラ、あんまり美しく見えるものだから、私どうすることもできない誘惑に負けてしまったの。あれをアイドルワイルドに持って行って、私がコーデリア・フィッツジェラルド姫になってみたら、どんなに素晴らしいだろうと想像したの。もし本物の紫水晶のブローチをつければ、自分がコーデリア姫だと想像するのにも、安くなるんですもの。ダイアナと私はバラの実で首飾りを作ったけれど、そんなもの、とても紫水晶と比べ物になりゃしないわ。それで私、ブローチを取ったの。私、おばさんがお帰りにならないうちに戻しておこうと思ったの。少しでも長くと思って、わざわざ街道の方から回り道をしていって、輝く湖水のところの橋を渡るとき、もう一度よく見ようとしてブローチを外したの。ああ、日の光が当たってキラキラ光って、なんて綺麗だったでしょう。そうして橋へかかったとき、するっとブローチは手から滑り落ちて、そして下へ下へ下へと紫色に光りながら永久に輝く湖水の底に沈んでしまったの。これが精一杯の私の告白なのよ、マリラ。マリラはまたもや激しい怒りがこみ上げてくるのを感じた。この子は私が大切にしている紫水晶のブローチを取ってなくしたのに、少しも後悔の色もなく、そこに座り込んで、こまごまとなくした次第を平然と語って聞かせているのだ。アン、これは恐ろしいことです。と、マリラは努めて穏やかに言おうとしながら、あんたみたいな悪い子があろうとは、今まで聞いたこともありゃしない。ええ、私もそう思うの、と、アンは落ち着き払って相づちを打った。だから、私、罰されなくてはならないってことわかってるわ。罰するのはマリラの義務よ。何も気にかけることなく、せいせいとしてピクニックに行きたいから、どうかすぐに罰してくださらない?ピクニックですって?まあ、今日はピクニックなんかに行くどころじゃありません、アン。それがあんたの罰です。
それだってあんたのしたことから見れば半分の罰にも足りやしない。ピクニックに行かれないんだって？アンは飛び上がるとマリラの手にしがみついた。でも行っていいという約束だったじゃないの。おお、マリラ、どうしてもピクニックに行かなくちゃならないわ。それだから告白したのよ。ピクニックだけは行かしてからどんなにでも好きなように罰してちょうだい。おお、マリラ、どうぞどうぞピクニックに行かせてちょうだいな。アイスクリームのこと考えてよ。二度とアイスクリームを食べることがないかもしれないんだから。マリラはかじりついているアンの手を石のように冷たく振りほどいた。せがむ必要はないよ、アン。ピクニックに行くことはならないと言ったらそれまでのことです。いや、もう何も言わなくてよござんす。マリラの気持ちが動かないのを見て取ると、アンは手を握り合わせ、つんざくような悲鳴を上げてベッドにうつぶした。そして、がっかりしたのと絶望のあまり身もだえして泣いた。まあなんてことだろう。びっくりしてマリラは急いで部屋から出てしまった。あの子は狂ってしまったんだよ。正気の子ならあんな振る舞いはしないだろうからね。狂っていないとしたらよくよく悪い子だ。やれやれ、初めからレイチェルの言った通りじゃないかしら。けれど、やりだした以上、済んだことの愚痴などこぼすまい。それは憂鬱な朝だった。マリラは猛烈な勢いで働き、何もすることがなくなってしまうと、玄関のたたきと生乳室の棚を磨いた。棚もたたきもこする必要はなかったが、マリラにその必要があった。それから外へ出て、裏庭の土を鳴らした。昼食の用意ができたので、マリラは階段のところへ行ってアンを呼んだ。涙で汚れた顔が現れ、手すり越しに悲劇的に見下ろした。食事だから降りてきなさい、アン。お昼なんか欲しくないわ、マリラ。と、アンはすすり泣きながら、何にも食べられないの。悲嘆に暮れてしまってるんですもの。いつか後悔することがあると思うわ、マリラ。でも私許してあげるわ。その時になったら私が許してあげたことを思い出すのよ。でもどうか私に食べろなんて言わないでちょうだい。悩みを抱いている者には豚の煮つけと野菜はあまりに現実的なのですもの。ひどく怒ってしまったマリラは台所に戻ってマッシュに泣き言をぶちまけた。マッシュは公正な考え方とアンに対する理屈に合わない同情との板挟みになって惨めな気持ちになってしまった。そうさな、あの子もブローチを取ったり何のかんのと嘘を言ったりしちゃいけなかったな。とマッシュは自分の皿に持ってある現実的なボイルドポークと野菜をアンの言う通り反問をしている時にはふさわしくない食べ物だと言わんばかりに憂鬱な顔をして眺めた。だが何と言ってもまだちっちゃいのだし面白い子だからな。あんなに行きたがっているものをピクニックにやらないのはかなりひどすぎやしないだろうかね。マシュー、あんたって人には呆れてしまうね。私はまたあんまり寛大にしすぎたかなと思っているのに。それなのにあの子は自分が悪かったと思う景色などさらに見えないのですからね。それを何より心配するのですよ。真から後悔しさえすればそれで万事済むのです。それがあんたにもわからないらしい。いつもあの子のために言い訳ばかりしてるんですからね。私には見えすいてますよ。そうさな、何と言ってもちっちゃいのだからな。弱々しくマシューは繰り返した。それに多めに見てやらなくてはならないよ。あの子はしつけというものを一度も受けてこなかったのだからな。
今しつけを受けてるじゃありませんか。マリラはやり返した。こう言われたので、マシューは納得がいかない顔をしながらも黙ってしまった。この日の昼食は極めて陰気な食事だった。ただ一人、快活にしているのは雇い小僧のジェリーだけだったが、それがまたマリラには人をバカにしているように取れて尺に触ってならなかった。皿洗いを済ませパンダネを仕掛け鶏には餌をやってしまうと、マリラはふと月曜日の午後、講演会から帰ってきて一番よそ行きの黒レースの肩掛けを外した時、ちょっと破れていたのを思い出した。あれを直しておこうと考えた。肩掛けはトランクの中の箱に入っていた。マリラが取り出した時、窓辺に群がり茂っているツタの葉越しに漏れさす日光が、何か肩掛けに引っかかっているものに当たった。それはキラキラと紫色に輝いた。マリラは仰天してそれをひっつかんだ。レースの糸一本に絡まってぶら下がっているのは紫水晶のブローチだった。これはまあどうしたというんだろう。マリラは唖然とした。バーリーの池の底に沈んでいると思っていたこのブローチがちゃんとあるじゃないの。どうしてあの子はこれを取ってなくしてしまったなんて言ったんだろう。グリーンゲーブルスは何かにとっつかれているんだよ。今思い出したけれど、月曜日の午後、肩掛けを取った時、ちょっとの間タンスの上に置いといたっけ。それでブローチが引っかかったに違いない。まあまあ。マリラはブローチを手にして東の部屋へ行った。アンは泣くだけ泣いてしまって、しょんぼり窓辺に座っていた。アンシャーリー、マリラは厳しい声で言った。たった今、ブローチが黒レースの肩掛けに引っかかっていたのを見つけたのだけれどね。今朝のあんたのくだらない長話はどういうつもりだったのか聞かせてもらいたいものだ。あら、私が何か言ってしまうまではここにいなくてはならないっておばさんが言ったから、私ピクニックに行かなくちゃならないもんで告白しようと決心したのよ。アンは物憂げに答えた。ゆうべ床に入ってから告白を考え出して、できるだけ面白いようにしたの。そして忘れたらいけないと思って、何度も何度も言ってみたの。でもやっぱりおばさんは行かせてくれなかったから、私の苦労もすっかり無駄になってしまったわ。マリラは我慢しようとしても、どうしても笑わずにはいられなかった。しかしすまないことをしたと思った。アン、あんたには負けたね。悪かった。わかりましたよ。今まであんたが嘘をついたことは一度もなかったんだから、あんたの言う通りを信じてやればよかったんだね。だけど自分が死もしないことを告白したのは正しいことじゃありません。大変悪いことです。けれど、そうさせたのは私なのだからね。もしあんたが許してくれれば、あん、私もあんたを許してあげますよ。そうして、二人でまたやり直そうよ。さあ、ピクニックに行く支度をしなさい。あんは打ち上げ花火のように飛び上がった。おお、マリラ、もう遅すぎるんじゃないかしら。いいえ、まだ2時だもの。みんな集まったぐらいのところだし、お茶まで1時間もあるよ。顔を洗って髪を溶かして、ギンガムの服を着なさい。私はバスケットを詰めるからね。焼いたものがどっさりあるよ。それから、ジェリーに馬車であんたをピクニックのところまで送るように言いつけるから。ああ、マリラ、と大声を上げて、アンは洗面台のところへ飛んでいった。5分前には私、とっても惨めで生まれてこなければよかったと思ったけれど、今じゃ天使にしてあげると言っても断るわ。その晩、くたびれはしたが
幸福そのものの案は言うに言われぬ満ち足りた様子でグリーンゲーブルスに帰ってきた。ねえマリラ、私実に愉快極まる時を過ごしてきたのよ。愉快極まるというのは今日覚えたばかりの新しい言葉なの。メアリーベルが使っているのを聞いたのよ。とても感じが出ているでしょ。何もかも素晴らしかったわ。素敵なお茶の後でハーモン・アンドリュースが私たちをみんな輝く湖水でボートに乗せてくれたの。一度に6人ずつね。そしてジェーン・アンドリュースがもう少しで水の中へ落っこちそうになったの。ジェーンは乗り出して睡蓮を取ろうとしたもんで、あっと思った瞬間、アンドリュースさんがジェーンのサッシュを捕まえなかったら落ちて多分溺れ死んでしまったでしょうよ。それが私だったらよかったのにと思うの。もう少しで溺れ死ぬなんてとってもロマンチックな経験だったでしょうからね。人に話すのにゾクゾクするような話になるでしょうに。それからアイスクリームを食べたの。アイスクリームって言語を絶したものだわ、マリラ。全く崇高なものね。その晩、靴下のカゴを前にして、マリラは一切のいきさつをマシューに話し、最後に、私が悪かったということは自分から認めますよ、と率直に言った。でもいい勉強をしました。アンの告白とやらを考えると笑いたくなってね。笑うどころじゃないと思いながらもね。だって本当は嘘をついていたんですからね。でもとにかくそれほど悪くも思えませんやね。幾分私の責任でもあったわけですからね。あの子はどこか得体が知れないところがあるけれど、これからいい方に向いていくでしょうよ。それから一つだけ確かなことは、どんな家だってあの子のいるところでは退屈ということはありませんよ。